着物もメンヘラだね、カマチョ。俺ね、着物くんはなんかね、カマチョだとは思わないんだけども、でも着物くんはちゃんと病気だから。着物くんはしっかり病気だから。昔俺実家に住んでた時に、着物くんめちゃめちゃ仲良かったの。まだなんか、その YouTube とかで跳ねてない時。で、なんかよく遊んでたし、もうあいつ病気だよ。そう。で、なんかうちで普通に遊んでたのね。うちで普通に、あでもね、こうでもね、とか言って着物くんと二人で配信会とか話してて、そしたら、インターホンになって、なんだと思ったら、PC 用のデスク頼んでたの。そう、PC 用のこういうデスク、ローデスクみたいなの頼んでて、届いたから、テレビ台みたいなやつ。そう、届いたから、あ、そういえば頼んでたんだった、つって。これでちゃんとパソコン置けるわ、みたいな感じで言ってて、うわ、組み立てダリーとか言ってたら、着物くんが、え、俺やってあげよっかとか言って、いきなり言い出して、え、マジでいいのつって、俺めんどくさいからさ、こういうの苦手なんだよねとか言って、やってくれんだったら嬉しいわとか言って、キモノ君が、え、じゃあ、開けてやるわみたいな感じで、とか言って、なんか、開けてやり始めたの。そしたら、ね、なんか俺も、なんとなく見てたんだけど、これおかしくないって思って。そしたら、まあ、こういう形になるテレビ台だったの。デスク、PC デスクだったの。こういう形に。こうなってんの。めっちゃおもろくない？普通に。一生懸命真面目に組み立てて、こういう風になんないといけないテレビ台、こういう風に作るやついる？それで、なんか、首かしげながら、キモノ君が、病気出たわと言うの、マジで。普通にギャグとかなんか笑いに走ったとかじゃなくて、一生懸命やってそれやんの。わざとじゃないの、マジでやるんだよ。こうなってて、そう、本物じゃんっていう。で、なんか一緒に電車乗る時とかも、俺やったわ、俺やったわ、スイカ忘れてきたとか言ってんの。いや、お前じゃあどうやって電車乗ってきたのって話じゃん。切符買ったのかなみたいな感じで、やったわとか言いながら、よーく見たら普通にスイカ手に持ちながら、やったわとか言い出すの。スイカ手で持ってんだよ。手で持ちながらスイカ忘れたとかやんの。いや、それさ、メガネつけて、メガネメガネじゃん。やばいんだってあいつ、普通に出るから。めっちゃ、いや、ネタじゃなくてガチでやるからおもろいの。来てるでしょ。そう。でも、自分でなんかしっかり病気って認識するから好き。また病気出ちゃったとか言って。着物もっとそういうキャラ生かした方が良くないか。いや、でもなんか放送のスタイルはちょっと違うからね。香ばしい。頭言いぶってるけど。あ、でもね、そういうところでは、アホが出ちゃうっていうか病気だけど、頭はいいよ。めちゃめちゃ賢い。なんか、しかもなんか動画一本作るとか、歌一本作る、生放送一本やるとかにおいて、データ取ったりとかして、こういう風に跳ねるとか、傾向とか全部調べるタイプなの。で、しかも結構、あいつがやってることハマってるから、別になんか頭悪いやつあれできないから、頭はいいと思う、普通に。あと言葉も知ってるしね。でもやっぱりその私生活の抜けえぐい、うん、普通に好きだけど。で、あともう一個あったわ。あともう一個あった。もう一個言っていい？めちゃめちゃうぜえの、あいつ。あいつがめっちゃうざいところが、なんか、まあ、結構近所に住んでて、これ言っていいのか分かんないけど、近所に住んでて、いつも行くサウナが同じなのね。あいつも結構サウナ好きで、俺もサウナ好きで、まあ、サウナ行こうぜ、みたいな感じで行ったりすんの。時々。最近行ってないけど。で、新規開拓しようぜってなったの。で、俺が見つけて、割かし近いところにサウナがあったんだよ。で、ちょっと今作業してるから、とか言って始まって、なんか忙しい分の、あいつ。え、着物くんつって、なんか新しいところ見つけたから、ここのサウナ行こうぜ、みたいな。お、ちょっと今忙しいから、とか言って、なんかキーボードの音とか聞こえてくるの。あいつマジうざいじゃん。ガチャガチャガチャとか言って、今仕事してますみたいなアピール音でしてくんの。うぜえと思いながら、で、あの、1時間後ぐらいだったら全然いけるけどとか、多分おそらく何もしてないのね。キーボードの音立てながらやったら、んで、なんか、じゃあ分かったとか言って、先に行ってるねとか言って俺行ったの。そしたら、うわやべえと思って、俺結構タトゥーとか入れ墨の体勢ついてなくて、入れ墨とかタトゥーとか入っててもオッケーな銭湯だったの。うわやべえわとか言って、もうずらーってみんな腕とか背中とかしっかり入ってたりとかして、うわ怖えーって思いながら、で、まあなんか体洗い流してからサウナ入ったの。そうで、サウナ入ったらなんか両端に、まあこういうなんか3人掛けぐらいの上段の椅子があって、なんか両端に入れ墨入ってる人がいたの。怖えーって思いながら、こんなとこ座りたくねーと思って座って、もうなんかいつも俺大体サウナとか入るとなんかこんな感じなの。うん、結構偉そうな座り方するんだけど、もう両端入れ墨のおっちゃんだよ。怖いから、こんなんなりながらやってたの。そしたら正面に小窓みたいのがあんのね。ガラスの小窓みたいのがあって。で、なんか、1時間後なのかわかんないけど、着物くん来て。これやってくんの？いや、俺もうめっちゃ気まずいの。なんか、失礼がないようにしないと、みたいな感じで。こんなやってんのに、小窓からゴン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 
俺よりデブになって。ゴン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 。それでなんかタオル当てながらズル向けになった、40万かけてズル向けになったチンチン隠しながらサウナの中入ってきて、でなんかあたり見渡してとかやってんのなるほどねとか言って、お前のその態度今分かったわみたいな。そ、周り見えてなくて俺だけに話しかけてゴンゴンやってたけど、あ、お前シーってやってたのそういう理由かみたいな、おーみたいなやってくん。めちゃめちゃうざいから、そ、キホロク、なんかそういうところもあんのよ。